どうも、コーズです。今回ですけども、ルヴァンカッププライムラウンド第1戦、アルビレックス新潟ベース FC 町田デルビアの、同時視聴生配信使ったスライドを使ってですね、速報版のレビュー、試合の振り返りやっていきたいと思います。ちょうど今ね、生配信終わったばっかりで、振り返りやっていきたいと、こういうことなんで、ぜひね、生配信の方のアーカイブも残しておきますので、ディレイでね、後追いで、試合見るという方はぜひね、左上にタイマー表示もしてますので、試合の時間と合わせて見ていただくと、一緒に見てる感ができるというようなところで、生配信も同節2000人超えまして、いや、本当にありがたい。そう、カップ戦はね、めちゃめちゃ見てもらえるんですよね。まあ、リーグ戦も結構見てもらえるんですけど、そのリーグ戦の倍ぐらい見る人増えるんで、倍か3倍ぐらい増えるんで、ありがたいなと思いながら。で、今日のスタメン、ね、ゴールキーパー阿部選手、小島選手はベンチ外でしたが、それ以外のね、フィールドプレイヤーはもうほぼ主力級。町田は代表でね、5人不在ですか。うん。で、まあ、谷選手いないで福井選手。で、中山選手いないでドレセビッチ選手。望月選手いないで鈴木選手。で、デュークもな、オセフもいないで桑山選手というふうなところが、まあ、スタメンに名を連ねたと。ベンチは9人入れますね。ルヴァンは9人でした。うん。ということで、まあ結構それぞれ、まあ、入ってるというふうなところ。で、ゴールキーパーだけ、ツイッターでね、書いてあるんだけど、カップ戦では必ずターンオーバーするのは松橋監督の哲学なんだと思うんですよね。阿部ちゃん無失点でと。フィールドプレイヤーはほぼ主力、ちょいターンオーバーって感じかなと。ベンチ9人いれば選択肢も豊富。初戦大量得点の無失点でホームらしくアドバンテージを稼ぎましょうと。稼げましたね。もう結果をご存知の皆さん稼げましたね。ということで、主審池内さん、VL 中村さんということで、まあ、マリノス相手の池内さんじゃないから、セーフですよって、まあ、これもツイッターで触れたんだけど、マジで、逆にめっちゃ新潟寄りだったかもしれない。もう、VR の中村太志さんだけ町田寄りだったけど。そう、池内対中村でちょっと生配信中盛り上がったんで、ぜひそちらもアーカイブで見ていただければと思います。松橋監督の試合前の談話。試合間隔が空きましたが、この試合に向けての準備をしてきました。いい準備ができていると。名古屋戦がね、中止延期になりました。その影響で町田との3連戦というふうな形になってますね。町田は勢いのあるチームです。どの部分でも上回っていく必要があるでしょうと。前回対戦ではシュートも少なかったと、リーグ戦ね、チャレンジしていきたいと。この試合で決めるぐらいの強い気持ちで戦っていきたいと。こういうふうな話。黒田監督の談話、中3日での試合、浦和戦から中3日。もう一度自分たちのサッカーを取り戻すということ、いいところはそのまま改善するところは修正してきたと。なかなか勝てない時期もあるが、我々が復調するきっかけとしたいと、この試合を。しっかりと自信を持ってチャレンジしていきたいと。代表組不在だが、準々決勝まで勝ち上がってきた選手を信じたいと。苦手意識を持つことなくぶつかりたいと。松橋監督と黒田監督の対戦成績的には、黒田監督、非常に分が悪いと。松橋監督、めっちゃ分がいい。ユース時代も含めると5勝1分けらしいですからね。すごいよね。スタメンフォーメーションに表すとこのような形。前半、そう、桑山選手、要は、オセフン、ナサン、オセフン、デュークいなくてどうすんねん問題ですけど、東海大からの強化指定選手、まだ現役大学生の桑山選手が184センチ、80キロと、やっぱ高い選手置いてくるんだね。で、まぁ、ちょっと、前半の出だしあんま良くなかったんですよね。やっぱ町田の寄せとコース切りがやっぱ結構的確な感じで、ちょっとなかなかリズム作れない新潟と。まぁ、一方でやっぱ谷選手不在の影響は、新潟的にはラッキーだったよねと、いうふうなところはあります。で、前半から、開始早々から、まあ、シュートへの意識の高いダニーロ、まあ、枠入ればという感じでしたが、ダニーロのクロスに長倉がドンピシャボレーで先制、まあ、これがでかかったね。そう、そうなのよ、その、ダニーロの左足封じっていうのを、その、この前のリーグの新潟対町田の試合、リーグ、J1 リーグでの新潟対町田の試合で町田は新潟相手にそういう風に封じてきたんだけど、この試合ちょっと緩かったね。結構最初の方は結構潰しに来てたんだけど、このシーンはたまたまそのダニーロが割とフリーで左足で落ち着いてクロス上げれるシーンで、非常に精度のいいクロスが上がって長倉がドンピシャボレーと。で、その、小野がニアで潰れてってとこだったんですけど、そこで VAR が介入したんだけど、まあ、オンフィールドレビューまで行ったけど、ゴール判定ということで、これ池内さんナイスジャッジだったね。これ、審判によってはオンフィールドレビューして、ちょっとノーゴールっていう審判もいるかもしれない。でもあれ、VR でチェックしたっていうか、そのオンフィールドレビューの出た映像を見ると、やっぱ白崎が先に小野にプッシュしてんだよね。っていうのを多分、組んだんじゃないかなと思う、池内さんは。もうその、白崎きっかけの競り合いで、結局、小野が勝って倒れた風に見えてるだけでしょ、みたいな。で、
ただ池内さんってマリノス担当するとマリノス無敗なんですよね。マリノス負け知らずなのよっていうぐらいマリノス B 期っていう言われがあるんだけど、それって小野裕二と松橋監督がマリノス出身だからじゃないかっていう指摘が生配信中チャットであって触れてあるっていう、陰謀論面白っていう。でちょっと一瞬危ないシーンがあったけど、シュートで押し返すと。で藤尾にレッドカードが出ました。足裏でダニーロに行ったのをジャッジされたと。超危険なプレーということでね。でまた VAR が介入したんだけど、またその池内で VS 中村太志第2ラウンド始まったんだけど退場で決定と。で藤岡前半33分に退場したのは結構でかいです。これが本当に試合、変えたなとは思う。で次節もまあいないの確定ですしね。で町田は 5-3-1 にシステム変更して、まあ守備固め、まあこれ以上失点はしたくないよねという状況からの、まあワンチャン狙い、エリキワンチャン狙いみたいな感じになったっすけど、まあ小野裕二が追加点決めるんです。これもね、結構非常に技術力の高いゴール。だこういう、今までだったら決めきらなきゃいけないシーンで決めきれてないシーンが多かったんだけど、決めきれての2点って感じ。そう。で、ダニーロがやっぱファールもらえるのもでかいね。そのまあマリーシアといったらあれですけど、そのファールもらうのうまいブラジル人。もっと早、最初からやってるって感じだったけど。で、マイケルが、桑山選手に倒されるんですよね。飛んでたマイケルに、アフターで飛んでる最中にマイケルにぶつかりに行くみたいな。まあ、それで、なんだ、起き上がれずに遠藤選手準備で立ち上がったんだけど、まあ、遠藤選手と交代と。そう。で、ナサンホがね、その藤尾選手退場で、ナサンホが左ウィングバック的に押し込まれてるのもでかいと。ここにいなきゃいけない。本当はここら辺にいなきゃいけない選手なんだけど、1.5 列ぐらい下がってるのはでかいですね。でかかったな。そう。で、2-0 で新潟リード。町田浮上退場。新潟マイケル負傷交代という状況で前半折り返すと。で、前半単票。新潟が先制。浮上が退場して、小野が追加点で 2-0 長倉と小野の2得点。前半終盤にマイケルが負傷交代したのは気にかかるが、新潟も落ち着いて集中できてるし、決めきるときに決めるということができての2得点。これは非常にいいでしょう。ダニーロが調子良さそう。クロスは抜群、あとはシュートだけかなと。ダニーロも負けんをミドル狙ってると。ミドル狙うっていうチームとしての狙いがもう明確に出てる。ここでもう一発決まるとでかいんだけどね、と。相手は一人少なくファイブバック気味にシフト、エリキをトップに置いてワンチャンス狙いなのは明確。不要意なファールでセットプレーを与えれないことは気にしつつ、まあ、じっくり押し込みたいと無失点で終われれば、稲村もそうですが、遠藤、阿部にとってもでかい。ね、自信つくと思うんですよね。ということで、自信ついたと思うんですよね。引き続き期待と。で、なんでこんなに町田は新潟苦手なのかっていう質問が来てたんですけど、まあ生配信でも触れたんですけど、一応文章に書くと、やっぱ新潟が町田の戦い方にしっかり向き合ってること。その、セットプレー、球際、カウンター、まあこの三拍子が、まあ明確ですよ。で、町田はそこの三つをめちゃめちゃ尖らせて、で、それの派生で水かけ PK にしろロングスローなとかがあるわけですよ。で、それをもう十分新潟は分かった上で、それを予測して対応してくるわけ。だから、その、いくらそのスタイルを尖らせてるっつっても、その予測してきたチームに対して、その尖りは、やっぱりその、鈍くなってしまう。やりづらくなるのかなと。要は、どうせカウンター一辺倒のチームだろうって舐めてかかってたチームは、もう、漏れなく町田に食われてるわけよ。だし、逆に町田側のおごりもあるんじゃないかという説もあって、いや、新潟のようにパスサッカーをするチームは、あ、なんかカウンター狙いでボール保持してこないチームでボール取りやすくねみたいな。取りどころが明確にわかるので、で、もう上位で結果も出してると。リーグでもね、1位に優勝争いしてるわけですから、変な自信がもしかしたら選手にあるのかもと。でそうすると、やっぱ新潟県はよりやりやすさに拍車をかけてくれるのかなという、この2点かなと思います。そして後半、3枚交代。もう、ま、あの黒田監督動いてきます。バスケス、下田、藤本投入と。で、小野からの絶妙するパス、長倉のゴールと3点目。やっぱ後半立ち上がりで3点目入れられたのでかいですね。でも、蹴散らせちゃんとやりましたかね。俺なんか、中継の音声だと聞こえなかったんですけど、やったんですかね。そう。3点差ついたら蹴散らせだっつって、生配信で話してたんですけど。で、長倉小野のホットラインがもうだいぶ熟成されてきてると。で、橋本ももうすでにもう何年もいたかのような馴染み具合。で、町田は林中島と同じで、もう5人使い切ったと思いきや、これ、
あとね、もう一人変わる、白崎選手に変わって坂崎選手って入るんですけど、なんで6人目使えるのみたいな話をしたら、マイケル選手が脳震盪交代だろうと。で、そうなると、要は、脳震盪で一人交代すると、両チーム一枠増える。両チーム6人がフル交代枠に変わるそうで。へーって、僕もちょっと、最近のルール変更ちゃんと置いてなかったので、まあこれが、まあ実際の試合を得て学びましたね。そう。で、まあ一進一退の攻防なんだが、結構だれてきたっていう。これはね、そう、大丈夫かな、新潟の時間帯も結構あったんだけど、あったんだけど、長倉ハットトリックと、最高ですと。で、4-0。相手ゴールキックを高木拾って長倉にスルーパスきちっと決め切ったと。で、長倉4点目で 5-0 アディショナルタイムにね、最高と。ってことで、もう準決勝決まったからっていう。まあ僕はサポーターなんで、僕はね、多少もう浮かれてますけど、チームは緩まないでほしいと。なので、ありがとうの気持ちを込めて退場してくれた藤野のユニフォームを買おうと。町田に勝ったら、町田にお布施としてユニフォーム買うよっていうのは、その浦和対町田の Vlog の時にちょっと触れてて、もういよいよ現実味を帯びてきましたね。そう。しかし、この、5-0 の局面でも、最後の中村太さん、悪あがき VIR チェック、オフサイドの可能性とかで、なし。ぜはずれ。池内対中村、3-0 で池内の勝ち。ということで試合終了。もう本当に、これほどまでに理想的な展開ないかなというふうに思います。で、まあ最終的にはこんな感じでしたね。で、中倉選手の名は勝ち切れてよかったです。2000ある中で今日決めるという気持ちで迎えましたと。点を取りに行くのを意識しました。いつも通りの自分たちのサッカーで点を取りに切ることを意識しました。1点目はダニーロからいいボールが来ました。先制点を取ると流れも向くのでよかったです。自分たちのペースになったので緩まないことを意識しました。決め切れてよかったです。4ゴールともチームメイトのおかげなんで感謝しています。緩まずに突破に向けて次戦も頑張りますと。松橋監督の談話は相手の体重もありましたがチームとしてのその後の方向性はほぼ完璧にできたと。得点を重ねられたのも良かったでしょうと。試合の入り安定感を持ってという部分は今一つに感じるところもあったがトータルで見れば良かったのではないか。ただ細かく見ていく中で課題を持って改善していきたいと。やっぱり前半ちょっとね、いまいちな部分あったんですからね。で、相手の力をうまく利用しながら取れた点でしたと。で、前半は長短を織り交ぜたボールの使い方で物足りなさがありましたが、後半はじれずに粘り強く戦ってくれたと。今日の一戦で決めようというのを表現できたが、手綱を緩めたら今日の意味がないし、今日の一戦で決めようということを新潟が表現できるのであれば、町田も表現できるでしょうと引き締めて次戦に向かいたいというふうなコメントでした。まあ、ただこの 5-0 のアドバンテージはハイパーでかいです。もう本当に手抜かなければ、ほぼほぼ突破は間違いないと思うので、本当に引き締めてほしい。まだ終わってないよっていう。そこだけですね。はい。いかがだったでしょうか。ぜひね、チャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。8日も生配信をしようと思ってますので、ぜひね、まあ、今日のね、アーカイブも見て、なんか面白そうとか思ったら、ぜひ見ていただければというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。